はい、こんにちは。今日から俺は YouTuber、サインボクシングジムの鈴木健一郎です。今日はゴールデンウィーク前の、お子さんのミットを持つお父さんのためのミット講座第2弾をやってみたいと思います。こんにちは、中山です。今日から俺は YouTuber、中山中学校3年生の渡辺です。中学2年生までお母さんとお風呂がやっていました。よろしくお願いします。はい、いきます。じゃあジャブの、ね、元前回より基本的なところのジャブの受け方からもう一遍いきますね。はい、ジャブ。飛んできたボールをポンとこうね、ポンと叩いてやるような感じ。ポンとこう軽く掴んで叩いてやるような感じ。前回も言った通り、ジャブはいろんなところに打つので、必ずしもこの、ね、顔の前で持っていける必要はないと思います。続きまして、ワンツーの受け方。これもイメージは一緒なんですけど、やっぱお子さんとかが相手やったら、慣れたらいいんですけど、慣れてへんお子さんでしたら、がっつり受けると怪我しやすいんで、力を逃がしてあげてください。あとやっぱ大切なのは、しっかりと音を鳴らしてリズムに乗ってもらうこと。ジャブ。まず。で、音鳴らせるやったらそれが一番なんですけど、もしね、鳴らせへん場合は、声を出してください。ジャブ。感じで声を出して、盛り上げてやったらいいと思います。続いて、ジャブの上下。しっかり入って。この時なんですけど、こうやって受けてしまう人が多いと思うんですけど、ね、実際ここで終わってたら、もったいないんで、次、ストレートを打たしてやりたいです。せやけどこういう受け方をすると次ストレートが受けにくいんで、もしできたら右手を前にしてそうしっかり入れてあげる。でそこで顔の前でもペンそうそうそう、でもじゃあこういう感じで受ける場合はでここからフック返したり、でこの時もジャブはしっかりと奥まで逃がしてください。はい、次、ジャブジャブ。そう。じゃあ最後に右をね、結構最初喧嘩自慢の子に多いんですけど、流してしまう子が多いんですけど、ちょっと流してみて。こういう流してしまう子は直し方言います。もうこれはもうズバリ体を張って直してもらうんですけど、右手前に出してで左手を顔の横に持っていく。で流したら今みたいにこう当たってしまうんで、しっかり顔に当たらないようにまっすぐ受けという感じで、そう、もっと強く、そう、もっと強く、そうっていう感じで、これもアクセスが多かったら次に続きますんで、チャンネル登録よろしくお願いします。もうお母さんと一緒にお風呂は入ってませんので、よろしくお願いします。今度いっす